こんにちは、ハイジーです。さあ、というわけで始まりました、ツイッター宛てに来たリクエストにお答えしてみようのコーナーでございます。今日は小倉純平さんから、ハイジー兄貴、セブンで一風堂のまぜそばが出たので、ぜひレビューお願いします、というわけで買ってまいりました。てりーん、セブンプレミアム10周年一風堂豚骨まぜそば。まずはこうで、火薬、ふりかけ、液体だれ、調味オイル。まずは火薬だけをパラー。カップ麺にしては大きめの青ネギ、白ネギ、で、キクラゲ。で、謎肉も入ってますね、結構ね。ちょっぽー。蓋の上に乗っけて3分待ちましょう。3分後。ちょっぽーん。ペロン。ポト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 。液体だれを。とろーん。で、混ぜまして。って、ちょっと待って。これ、一風堂さんの豚骨ラーメンのカップ麺の匂いするね、もろに。調味オイルを。とろん。これ、もろに一風堂さんのやつだよね。イカスミみたいな色になったけれども。最後にふりかけを。ふわーっと。ごまの中にピンクの何かが混ざってますね。これめでたいですよ。で、あんなにゴロゴロあった気がする謎肉は、もうどこにも見えません。下の方にきっと隠れてんだよね。ほら、ほら、あった。あ、はい。ちゃんといました。いただきます。匂いは完全にね、いつもの一風堂さんの豚骨ラーメンのそれなんですよ。だ、混ぜそばっていうとどうしても台湾混ぜそばをイメージしちゃうんですけれども、その感じではないよね、きっとね。この麺の太さからしてもね。どうなのか。思った通りです。豚骨ベースの一風堂さんのあのラーメンのあの味っていう感じがするんですけれども、ラーメンバージョンの方が味はマイルドかな。こっちの方がだいぶ濃い感じはする。スープを介してない分、麺にがっつり味がついてるっていうイメージです。うん、やっぱね、これね、カップ焼きそばの塩焼きそば的な雰囲気もあるし、カップラーメンとカップ焼きそばの中間に位置するような食べ物っていうイメージかな。食べる前は麺が細すぎるんじゃないかって思ってたんですけれども、食べてみたらですね、これがね、細くて一本一本柔らかい、コシが別にない麺なんですよ。これが口の中ですぐに丸い塊になって、一風堂さんのラーメンのスープの味をこれの塊と一緒に飲み込んでいくっていう、そういうね、最高の仕掛けになってます。いや、中毒性はだいぶ高いね。で、またこの時間ですよね。この今、夜中のね、2時半になろうかっていう時間帯なんですけれども、まあ、この時間食べたら、来る。テンションをハイにしてくれる味の濃さと脂っぽさ。台湾まぜそばっていうわけじゃないから合うのかわかりませんが、一応これ、いってみましょうかね。パカで、プチーン。よいしょ。あら、あ、ちょっと確かにしょっぱめだから結構正解かもしんないね、これね。色合いはまた良くなっちゃいましたね。うん。美味しい。初めからやるべきでしたね。この卵に関しては途中からじゃなくて、スターティングメンバーでいいです。代表の時じゃなくて、F マリノスの時の斉藤学選手的な感じでいいです。美味しい。特にこの時間食べるってこともあって、ラーメンだったらスープ飲んじゃおうかな、どうしようかなっていう葛藤に悩まされることもありますが、これの場合はね、スープがないから、とりあえずそこの部分はいいかもね。ただスープがなさすぎるっていうのかな、汁も残んないの。だから台湾混ぜそばをイメージしてたから、一応ね、追い飯用のご飯をレンジでチンしたんですけれども、どうするの、これでいく。